はいということで「はい、アトミック7」たった今本番が終了しました皆さんお疲れ様でしたお疲れ様でした。今回はですね <laughs> およそ2か月ぶりの「アトミック7」ということで、うん、まあ久しぶりだったわけなんですけれども、ね、結構冒頭からわりと、まあ、高橋さんの何てうんですか、うん、クレイジー乾杯から そうね。激ヤバ乾杯から始まりですね。開幕の時があったね。まあ俺もよく分かって、俺も分かんなかった。その流れからなんか割とやばい配信にはなったんじゃないですか。ヤバ配信。やばい配信に。まあアトナーっぽいんじゃないですか。そうですね。これこそアトミックセブンだっていうね。なんかこれこそにしてもいい。どうなの？もうそうしちゃおう。まあそうしちゃおう。アトナーの皆さんの間取りですね。実際の間取りを聞いて。 あーだこうだ言うだとかですね、人んちの間取りに、人んちの間取りに、あーだこうだ言うとかですね。まあ、その後には、ゲーム企画もありまして。ゲーム企画ね、すごかったんです。すごかったですね。あれこそでも、あともならではの、あとみん、ね、あとならならではのね。一つ言えることは、大苦戦。 大波乱の大波乱の大苦戦の大波乱のこれ持ってないですねマジです <はい S 2> マジでまあいろんなドラマがありましてですねはい,はいまあ我々は 必死にゲームをやったというね。あんまり聞いたことない <laughs> <laughs> ゲームをやる中であんまり聞いたことないですけど。これ <laughs> だかとは我々が一生懸命やりましたとね。だけ今お伝えしておきます。はい。そのまあ対決であったりなんか四人が協力してやるゲームだったりとやってきたんですけれども果たして結果はどうなったのかえ、うん、ぜひですねあのー、アーカイブをご覧いただけたらと思います。はい、ますこちらですね10月の9日までアーカイブ視聴が見られますので、うん、もう何回 回でも、何百回でも、何億回でも、テープが擦り切れるまで、見てください。テー,テープだろ。テープ。テープと言わない <laughs> はい、ということで、えー、皆さん、アーカイブ視聴の方、よろしくお願いいたします。以上、アトミックセブンでした。ありがとうございました。あうございましたー。わで